トミファンユッキー YouTube チャンネルの動画が始まるよ。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 皆さんどうも、トミファンユッキーです。さあ、今日はですね、車で久々の商品紹介動画やっていきたいと思います。あんまりね、売っていないマシュマロをね、ちょっとね、店員さんにお勧められたので買ってきてみました。それがこちら、パン。こちらはですね、明治屋のですね、エクスプレッソコーヒー入りのですね、マシュマロとなっております。で、こちらまあ、コーヒーということで、ほろ苦い感じで、で、甘さも控えめで、とても美味しいマシュマロだということで聞いて、今回買いました。で、売ってる店はですね、輸入商品とか置いてるお店、なんかあったりしますよね。そういうところには、あるみたいです。まあ、その場所によってなかったりする場所もあるみたいなんですけれども、まあ、本当に数少ない、置いてる場所が、結構限られてくる商品です。こちらをですね、早速ね、食べていこうと思います。金額は、これ195円の税抜きなので、211円で買えます。早速ちょっと食べていきたいと思います。うん。あ、香りがもうね、コーヒー。あ、すごくいい香りしてる。何これ。いや、気になるな、これ。じゃあ、早速いただきたいと思います。あ、なんか美味しいじゃん。美味しい。そうですね、やっぱりほろ苦い、多少ほろ苦い感じがあって、で、まあ食べていくことによってコーヒーの香りがこうね、鼻に抜けてくる感じって言ったらいいのかな。すごくね、香りのいいね、マシュマロです。美味しいんですけど、あ、これコーヒーと合うな。ね、これね、このマシュマロね、すごくふわふわでね、口どけがいい感じがする。美味しいんだけど。マシュマロ大好きな方はね、結構ハマると思いますって言われたんで、これ美味しいな。で、今回買った場所はですね、北海道の深川市にあります道の駅の隣にあるお花マーケットでこちら売っております。で、こちらの他にね、紅茶味もあるっていうことだったんですけど、紅茶味はですね、ちょっと次回また伺った時にちょっと買おうかなと思います。まあ、こちらのコーヒー、エソプレッソコーヒーエキス入りのマシュマロ美味しいので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思います。あとですね、輸入商品取り扱ってるお店とかだったら一部置いてる店もあるみたいなので、ぜひですね、そういうところもちょっと探ってみて、ぜひね、あれば買っていただければなと思います。ぜひチェックしてみてください。以上、今回はこちらのエキスプレッソコーヒーエキス入りのマシュマロのご紹介でした。これはコーヒーと共に合う商品となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。コーミファインクでした。虹がかかる空にはI'm gonna go get some water.